あれ、わっ、わっ、キョロキョロしす、周りにも。
私はないわね。ちょっと待て、この先ハーケンモン関係者以外は通…何をケチ…あのな、現在邪魔をしないで…邪魔するつもりはもう…私たちはブレイサーだけど…ブレイ…あんたはともかく…そちら…え、変…これが…そ…だが…ブレイサーで…そうそう…うん…仕方ないさ、とりあえず…Thank you.
リラ、お願いです。こんな時でもないと。お嬢様、またそのような。ここがラベンヌ村。ずいぶんのどかな。あ、果樹園がある。果物の生産で知られてるけど、北の方に廃校になった七。ずいぶん詳しいですね。声優劇師になるために、あの時は飛行船に乗らずに王国全土を歩き回ったもんだわ。え、どうして？飛行船は確かに便利だが、その便利さに慣れてしまうと、まずは自分が守るべき場所を、そんな風にカシウス先生に。へえ。確かに事件が起こった時、あと犯罪者を追いかける時にも地理を。あんたたちも機会があったらチャレンジしてみるのもいい。もしやあんたたち、掲示板を見て来てくれた。うん。おお、わしはライゼンというもので、
もうご承知じゃろうが、出没しているのはどんな魔獣なのか。いや、知っただ。おそらくは鉱山が盛んじゃった頃にはその手の魔獣がよく現れ。なるほど、待ち伏せか。山道を歩き回って魔獣の隠れている場所。廃校になった後は人通りもなく、一体どうして。間もなく今年も村人に一刻も。すまないけど大きな声じゃ言え。え、もしかして君。ええ、そりゃよかった。もうそろそろ忙しくなる。それじゃあ。戦闘終了。先に進もう。はあ、びっくりした。まさかこんな私たちの足音を読み取って襲いかかってきたみたい。危うく不意をつかれるところだ。村の人が襲われてたら大変。その前に退治できてよかった。ええ、一応ここの村長さん。はい。じゃ、君たち、さっき地響きがやっぱり、ま、もう本当かい。ええ、退治したわよ。ちょっと厄介なやつだったけどね。はあ、よかった。これからの時期に私は早速本当に助かった。何もない村だが、せめ、うん、あり、
あのシャッ、はしゃがないの。どうやらここがボース市長、当の市長さんは。おや、お客様です。いらっしゃいませ。どちら様でいら、遊撃士協会のこちらの市長さんに依頼されて。おお、話はうか、しかし申し訳ありません。教会に。いつ頃お戻りになります。さようで、実は。あ、それじゃあさ、私たちが教会に行って、市長さんを。しかし、お客様の。気にしないで。お互い手間が。ところで、市長さんってやっぱり金持ちそう。外見ですか。ご立派と申しますか。美しく、これで良いご縁があれば。は？あ、失礼しました。ああ、それよりも市長にはメイドが一人同行、それを目印にされた方。メイドさんを連れた人、それは分かりやすそうです。早速教会に行きましょう。エステル、いきなり失礼だよ。すみません、遊撃士協会の者です。依頼内容の確認のために市長さん。ああ、なるほど、申し遅れました。私、メイドのリラと申します。市長の身の回りの身の回りの世話。それで当の市長さん、サボりです。え、おそらくマーケットの視察をなさ、私になんていうか、結構ユニークな人です。面白そうな人じゃない。有能な方には違いありません。少々、そろそろ私、大変申し訳ないのですが、すぐに市長をお連れいた。ここまで来て、よかったら、市長を迎えにですか？では早速、町の中央にある、どこに。何しろ目立つ方ですから、すぐに見つ、やっぱり。あなたたち、恥を知りなさい。この大変な時に食料を買い占めて、ボース商人の風上に。しかしお嬢さん、僕たちはボースマーケットの売り。お黙りなさい。他の品ならいざ知らず、必需品で即刻元。はい、わかりました。私、あなたたちの、ただ、わかってほしいのです。大丈夫、あなたたちだった。お嬢さん、はい。お嬢様、リラ、来ていたの。恥ずかしいところを見せてしまったわね。いえ、相変わらず。それよりお嬢様、すぐにお屋敷にお戻りくだ。あら、その申し、ひょっとして。うん、ひょっとして。申し遅れました。私の名はメイベル、このマーケットのオーナーにして。た、高そうなお店。よく商談に使いますの、味の。しかしボース市長が女性なのは聞いていたけど、ここまで若いとは思わなかったわね。見たところ私と 4,5 歳くらいしか違わなさそう。実際まだ若輩者に過ぎません。亡くなった父が前市長で、ボースマーケットの事業権とともに、なんというか、随分そ、所詮は商人の娘ですし。それでは改めて、うん、お願いしたいのは言うまでもなく、定期性。私、今回のような事件では軍よりも無礼、戦争をするわけではなく謎を解き。あら、光栄ね。買いかぶってくれるじゃない。商人としての目利き、実際問題、消えたて。それにこのまま王国軍によるボース上空の飛行、せっかく女王生誕祭を前。なるほど、
経済的な。ええ、とても軍だけに任せておくはどうかお願いで。こちらにも理由があるし、引き受けたいところではある。今回の事件に関しては軍が。そのあたり市長さんの立場からなんとか働きかけられないものかしら。モルガン将軍ですわね、あの方。昔、あれ、市長さん、亡くなった父の友人ですの。一応顔見知りではありますわ。ですから、なんとかで。というと、リラ。はい。こんなものですわね。では、これをお持ちください。何？モルガン将軍への依頼、ボース地方の責任者として、今回のある程度なら、軍が。なるほど。でも、ブレイサー嫌いの将軍が、あた、もちろん、皆さんの身分は、ただ、市長からの使いだと名乗るだけ。うん、ちょっと嫌かも。騙してるわけじゃないよ。本当のことを言わないだけさ。一刻を争う状況なんだから、ここは、ところで、モルガン将軍。ボースの北、帝国方面の、そこに将軍はいらし、それでは皆さん、どうかよろしくお願いし、うん、ま、朗報に期待。それでは、失礼いたします。さて、早速行くと。ハーケン門は東ボース街道から、つまり、東口から出て。それじゃ、レッツゴおや、確か。へっへーん、ザ、今の私たちは、ボース。これは、市長の依頼で、モルガン将軍に。ちなみに正式な依頼、通してくれなかったら、後々面倒なことに。仕方ない。おい、いい。メイベル市長といえば、ボース地方、さすがに無視。そりゃった。おい、許可してやるが、くれぐれも問題。大変な時期だし。なんといっても帝国との国境にある場所だから。はいはい、わかりました。それじゃ通らせても。
知らないわ。これがハーケンモン。めちゃめちゃ大きいわね。帝国への唯一の玄関口にして、その脅威から王国を守る防壁。10年前の戦争で破壊されてから、さらに堅牢なものが築かれたのよ。ってことは、この向こうが。そうだね。黄金の軍馬を紋章に掲げるエレボニア帝国の領。エレボニアってさてと、早速門の脇に兵舎がある。あ、うん、その前、二人とも胸につけている遊撃、モルガン将軍に見つかると面倒。あ、忘れて。なんだか。確かに少しそれだけあんたたちが。あんたたち、アイゼンロードの検問は。自分たちはボースのモルガン将軍への取り次ぎを。なるほど、そういうことなら取り次げるけど、あいにく捜索活動の陣頭指揮を取ってるのさ。タイミングが悪かったわね。いつ頃戻ってくるのかしら。今日中にも。向こうにある休憩所に酒場があるから、閣下が戻ってきたら。休憩所に酒場。何せ帝国との国境だからな。入国出国ともに審査が厳しくて、足止めを食らう旅行者が多いんだ。なるほど、そういうことなら。それじゃあお言葉。驚いたな。本場のリベール料理を食べるのは初めてだが。ほう、嬉しい。町に行きゃうまいリベール旅行中。もちろんそのつもりだ。バスへの酒場の料理でこれだ。今からは。バスへの酒場で悪か。ついでにワインでもどうだ。安物だけど。ふん。この人
帝国から来た旅行者みたいだ。やあ、ごきげんよう。リベール人のようだが、帝国には旅行に行くのかな？うん、私たち帝国に行くわけじゃ。そういうあなたは王国には旅行に来たんですか？仕事半分。しかし野暮用と来たか。君たちの正体が、え、ズバリ遊撃士だろう。どうして、もしかして。確かに帝国にもギルドはあるが、ただギルドに何人か知人がいてね、彼らと似たような匂いがしたから、ひょっとしたらと。大した観察力ですね。とても素人とは思えない。本当にただの旅行。冷たくきらめく琥珀の瞳、まるで極上の。思わず抱きしめてキスしたくなってしまうよ。まあ大胆。ちょっとあんた、そういう趣味の人？美しいものに目がないだけさ。霊老たる美女、水も滴る美少年、天上の調べ、心現れる風、そして極上のさ、そうしたものすべてが僕の興味の。単なる節操なしじゃない。呆れ果てた快楽主義者ね。はあ、いつの時代でもガラスのように繊細な僕のピュアハート。黒髪の君、どうか僕を慰めてくれたまえ。慎んでお断りします。妙に話が弾んでやがるな。おい、あんたたち。あら、さっきの。つい今しがた、将軍があんたたちのことを話したら。え、至急弊社まで。思ったよりも早かったで。ええ、ようやく上。それではえ、何自然についてこよ。また絶妙なタイミングで会話に割り込んできたわ。バレたか。なんだか面白そうだから見物させてもらおう。さ、僕のことは気にしないで、将軍とやらと話してくれたまえ。気にするに決まっ。ほら、さっさと戻りなさいってば。ケチ。とんでもない人だな、本当に。ただものじゃないのは確かね。あんな変人、放置した方が世のため人のためだっての。とっとと将軍に。言い争ってるのが聞こえたが、他の旅行者と喧嘩した。そんな、それよりも。ああ、閣下の執務室は廊下の左奥だ。関係のない場所には。
家の左奥。一応ノックしてと。メーベル城の使いか。あ、はい。うん、入ってくるがいい。では失礼します。よく来たな。わしの名はモルガンという。アリシア女王陛下から派遣門を任されておる者だ。はじめまして、メーベル氏。ご多忙なところを失礼します。何、メーベル城のことは彼女、まして市長としての話。本来ならば部外秘なのだが、分かっていることは。やった、どうしてお主が喜ぶ。まず市長も今回の事件に。それで僕たちもできるだ。そうか、メーベル城。早速そう。慎んで。定期船リンデ号はボース国際空港を離陸してから現在各方面の部隊が捜索中だ。ということは魔獣の被害や事故の可能性は少なそうですね。割と大きな船ですから、墜落したら初期の捜索活。その通りだ。実際ボースロレント間の空路は比較的。バレリア湖はもちろん。はあ、よかった。そうなると人為的な理由で飛行船が考えられる目的は。いわゆるハイジャックですね。あと地理的条件を考えると。話がお、どうしたの。いや、民間人にしてはなかなか。我々も帝国軍が関与している可能性もあると判断したため、国際問題、いや下手をすれば戦争だが、不幸中の幸いというべきか、ある組織が王家と飛行船公社に犯行声明を送りつけた上で、その組織の名はカプアイ。カプア一家。それってます。間違いなさそうだね。狩猟の三兄弟に率いられた。どうやら名前聞いたことがあるどころか。あいつら。エステル。はロレントでやり合った。奴らの一味がロレ。おばっか。なるほどな。素人とは思えぬ口。まさか。な、何。一応メーベル市長から依頼さ。黙れ者ども。すごこれは筋金入りみたいね。閣下どうし。この連中が何か。遊撃諸君がお帰り。即刻。ちょっとわざわざ身分を。そういうこそ。盗む。そもそもそ。たわけ。まったく、このような女子供を。や、いい加減にしな。どうして私たちがわざわざ。あんたたち軍人が肝心な時に役って。うわ。シェラさん、ここ数ヶ月ボース地方で空賊の仕業。それをろくに捜査もし、今回みたいな事件が起き、しかも未だ。恥ずかしいと思わん。黙るがいい。組織の規律に支えられた軍隊は後先考えず動いた挙句。言ってくれるじゃない。争いは何も。そんな君たちに心の荒野を。流れゆく星の奇跡は道しるべ君へ続く。焦がれれば思い胸を裂き、苦しさを月が笑う。叶うことなどない、儚い望みなら、せめて一つ傷を残そう。初めての口づけ、さよならの口づけ、君の涙を琥珀にして、永遠の愛。
みんな分かってくれたよ。何よりも大切。今風に言えば。そろそろ各地の捜索部隊から。あ、はい。では、わしは任務に戻る。それから、アイゼンロードの検問は解除しろ。いつまでもそこの連中に疲れたら、め、了解し、あ、逃げた。気持ちはわかるけどね。どこの国でも軍人がやはり君たちの方が。さーてと、私たちも帰ろっか。そうだね。トラブルはあったけど、一応情報。一旦ボースに戻ってから今後の対策。おや？ちょっと君たちどこに行こうと。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。改めて自己紹介よしよ。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして演奏家でね。知っての通りエレボニア人で、リベールには巡業旅行に来たのさ。私はエステルって、なんで自己紹介なんか。まあやり方はともかく、あ、僕はヨシュアと言います。私はシェラザードよ。さっきは私も頭にきて熱くなりすぎてたから、一応礼を言って。礼には、美と平和を愛する者として。しかし、ぜひにというのであれば、僕と一日デートに付き合って。そういうのはお断り。第一、そんな暇はないしね。それは残念だ。では代わりにヨシュア君に付き合ってもらうとしようか。なんでそうなるんです。タッチの悪い冗談はやめてください。心外だな。冗談のつもりじゃないんだが。余計にタッチが悪いですね。ちょっと待ちなさいよな。君？素材は申し分ないが、色気に欠けているのが。少しはこの二人を見習うといい。ムッカー、色気がなくて悪かったわね。しかも男の子のヨシアを見習えってどういうことよ。落ち着いて。エステルは十分可愛いと思うよ。まあ確かに色気は少ないかもしれないけど。やれやれ。ま、さっきも言った通り、私たちはろくにお礼もできなくて悪いけど。僕もボースという町まで。何しろリベールは初めてでね、道案内を頼みたい。まあそのくらいだったら別に構わない。ちょっとシェラ、そのくらいいいじゃない。それに道案内というの。しょうがないな。でもでも、こいつのどこかにヨシュアが狙われたりしたら。あの、エステル？ヨシュア、心配しないで。間違いが起こらないよう、私が守ってあげるからね。何の心配をしてるのさ。人をけだものみたいに言わないでくれたまえ。どちらかというと、愛の狩人と呼んでほしいね。恋泥棒も悪くないが。脳みそ産んでる？さてと、それでは早速、ボースに出発。君たち、よろしく案内を頼むよ。さりげなく仕切ってるし。ていうかあんた、少しは人の話を聞きなさいよ。
ほう、ここがボースか。あそこにある大きな建物。詳しいわね。旅に出る前にリベール通信社とかいうこちらの出版社が出してガイドブック。なんていうか便利な時代に。それで早速マーケットで買い物。ああ、一通り冷やかしてからディナー。ガイドによるとこの町には三つ星のレストランがあるそうだな。ああ、私たちが市長っていうかこの建物も。アンテローゼですね。本格リベール料。うん、ここで待ち。でもまともに食事をしたらかなりのミラを取られる。普通の酒場をおすすめするけど。心配ご無用。ロギンはそれなりにも。それに余裕がなくなったら僕の特技で。特技ってあの歌と演奏。あれでミラを稼ぐつも。テートの大劇場ではオペラの主演を務め。あの時は確か一晩だけで。嘘くさ。では諸君ご苦労だ。運命が再び僕たちを巡り合わせるまで。アディオスアミーゴー。はあ、とんでもないやつだったわね。エレボニアの人間ってみんなあんな変。あれを一般的な帝国人と思われても困るけど。え？いや、もうちょっと真面目な人間が多いと思う。質実剛健を尊ぶ気風って何かの本で読んだことがあるし。それじゃあ単に芸術家だ。こらこら、世の芸術家が聞いたら怒るわよ。さてと、将軍から聞き出した情報をルグランジーさんに。ほっ、あとメーベル市長にも知らせた方がいい。ギルドと市長邸か。それじゃあ。毎度遊撃士協会から。どうもありがとう。お忙しいのに。ね、ううん、困ってる人の役。そう、それに定期船が止まってる。ありがとう。でも本当にミラ。そう、それじゃ一つ。うちの店自慢のご。うちの店って。ええ、もちろん。いいの？心配はご。レシピ通りに作ったって同じ味が出せるわけじゃないわ。さすが、大した自信ね。うまいとか。ちょうど楽譜と音楽家、同じ楽譜を見て演奏しても。レシピはあくまで簡単な気ま。よし、今度早速。エステル、お願いだからしっかりレシピを見て作ってね。なに人のことをとん。だったら調味料くらい。エステルっていつもすごく大雑把じゃない。まあ段取りも大事だけど、まずは案外それがいい。うん、やっぱりそうよね。いろいろ教えて。こっちか。たまにはうち。おお、お前さんたちか。重大な情報。空族団カプアイか。これで遊撃士協会としても。しかしモルガン将軍というのも。遊撃士ってロレントじゃみんなに親しまれてる職業だから。まあモルガン将軍は
普段は王国軍とギルドも、ただ今回ばかりは、ま、こちらができることを地道。しかし近頃の強盗事件も例の空賊、ロレントで、しかし強盗とは言ってもまさかこれほど大胆不敵な、言われてみればそうかも。ロレントで起きた事件だって割と、それが定期船を乗っ取って確かにリスクが高すぎますね。そのあたりを、なあお嬢ちゃん、頼むから市長から一言コメントをもらうだけでいいんだ。そうそう、ついでにそうおっしゃられましても、アポイントメントのない方はどうかご了承。そこは、これほどの大事件なのに分かってること読者に何か伝え。ですが、そうそう、噂の美人市長が表紙を飾れば普通。こらドロシー、何失礼なこと言って。え、ナイアル先輩、ネタがないんだったら美人市長を客寄せ。バカ、あのメイドさん、ずいぶん面白いお客様ですね。お二人の話はできるだけ詳細に。今日のところはお帰りください。待ってれ。お帰りください。はい。あれ、美人市長の写真撮らなく。頼む、頼むからこれ以上おっしゃ。先輩待ってくださいよ。あら、こんにちは、リラさん。まあ、ブレイサーのハーケンモンからお戻りになったのです。うん、まあね。ところで、今不届き者です。え、お嬢様を利用しようとする不定の役。私の目の黒いうちは指。仕事熱心なんですね。それが私の務めですから。さ、皆さんはどうぞ中へ。処理、ボース上空の飛行制限によるマーケット下水道設備の修理について、女王陛下への贈答品のアンセル神道での魔獣品。もういつになったら書類の書。あの、あら、おほ、皆さん戻っていらし。お忙しそうですけど。おじゃ、うん、モルガン将軍からの情報ですね。ご苦労様です。大体の状況、空賊団によるハイジャック、思った以上に深刻な事態ですわね。遊撃士だってバレなければ他に。いえ、墜落事故ではないことが判明しただけでも、これでボース氏としても対策。早速市民へのアナウンスと乗客の家族への対応を考えないと。大変ですね、ただでさえそれが市長のところで、犯人の処、引き続き事件の調。もちろんそのつもりよ。私たちも例の空賊団とは一度やり合った。遊撃士協会のメンツにかけて王国軍だけに。うん、そう、父さんのこともあるし、今度こそ決着をつけなくちゃ。どうしたの。いろいろどう考えても信じられなくて。信じろ。あの父さんが空賊に遅れを取ったことだよ。ロレントに現れた連中だけで実力を判断。確かにそれは言えるわね。あの程度の集団だったら先生なら軽く。もうヨシアもシェラ、確かに結構腕は立つけど、あのちょっとよろしいかしら。エステルさんたちのお父様も例の船に乗って。あ、話してなかった。恥ずかしながらそうなの。しかもカシウスブライトって言うんだけど。カシウスブライト、え、ひょっとして知り合い。直接の面識はありません。ですが、そうだと。これはひょっとして軍との交渉に使えるか。市長さん、失礼しました。皆さんの胸中、事件の解決に役立つのなら
どのような何かご利用になった時に。市長さん、父さんの名前が出た途端。そうだね。なんとなくそう、市長さん。モルガン将軍と。うん？ま、それは置いておきましょう。それよりも問題なのは、これからどう動くか。うん。ただ、飛行船や空賊団の行方を闇雲に、そんなことで見つかるくらいなら、軍がとっくに。もう、どうしたの？エステル、成長した。これまでの君だったらしらみつぶしに探せばいいのよ、とか。まさかエステルの口からそんな言葉が聞けるだなんて。お姉さん、感無量だわ。どういう意味よ。まったく失礼しちゃうわね。褒めてるんだってば。確かにロレントとは違って、ボース地方はかなりの広さよ。何か手がかりが欲しいところね。手がかりか。そうだ、さっき市長邸の前でナイアルと記事のネタには困ってたみたいだけど。確かに僕たちより一足先に聞いてみる価値はあると。あの二人、